その鮮やかな色合いの描写はたくさんのアニメファンから愛されました。数々の名作が生み出されたアニメスタジオは4年前一人の男が放った炎に包まれました。家族の命を奪った人物を恨まないと決めた遺族がいます。恨んだらいかんでって、自分のためにもならないでっていう意味も含めて、呼び捨てにするっていうことはしない。母を殺された息子には知りたいことがありました。なんでそんなことをしたのかが知れたらそれでいい。亡くなった妻と残された子供のため裁判に参加した遺族の記録です。うわ、でっかいやないか、お前。寺脇うずるさんと小学生の息子、この畑には毎年家族で来ていました。このじゃがいも何にしたい？ポテチ。ポテチ、ポテチに用意してたな、ママ。うん、美味しかった。なあ、あれうまかったな。畑来たん久しぶりか。そうやな、ママ死んじゃってからは初めてかな。収穫したの初めて。初めてやな。そこにいるはずの母の姿はありません。いかがですか？おいしい。寺脇翔子さん、夫のゆずるさんとは2007年に結婚。子供が生まれると誕生日はみんなで祝い、休日に家族揃って外出するのが一家の楽しみでした。翔子さんには有名アニメーターという一面もありました。京アニの愛称で親しまれる京都アニメーションで人気作品のキャラクターデザインを担当。豊かな表情のキャラクターは翔子さんの作品です。現在は更地となっているこの場所に翔子さんの職場はありました。2019年7月、京アニ第一スタジオに男が侵入し、ガソリンに火をつけて放火。翔子さんが帰ってくることはありませんでした。私たちが寺脇さん親子と初めて出会ったのは、事件の直後。二人は現場に通い、花を手向けていました。次の日も、そしてその次の日も。母親が、亡くなったっていう事実がほぼ間違いないだろうと思った時点で、子供にはそのまんま伝えてあります。今考えれば気丈を装ってたなっていうのが正直な気持ちですね。もう全く動じず、悲しみもせず、泣きもせず、ただ普通にしてました。1週間かな、そこらぐらいした時に、僕がこうふっと起きた時に、布団の中でくるまって泣いてたんですよ。だからそれ僕は見つけてあげれなかったんですよ。理不尽に奪われた家族の日常。
小学校2年生で母を失った息子と父、二人だけの生活。よく頑張りました。おい。死者36人、放火殺人としては平成以降最悪の事件。犯行直後に確保された男の名前は青葉真司被告。自らも全身の9割以上に重度の火傷を負い、一時生死の淵をさまよいましたが、男は命を取り留めました。事件から3年が経っても裁判が始まるめどは立ちませんでした。毎年みんなでキャンプへ行くのが寺脇さん一家の楽しみでした。翔子さんが亡くなってから3度目の夏、この頃から父と息子は母と過ごした思い出の場所を巡り始めました。よくそのバーベキューのとこでパン焼くのが好きでしたね。初めてパン焼きよった時は発酵せえへんかった、膨らまなかった。結局もう硬いパンやったなというのが。翔子さんとの思い出がよみがえります。よく翔子は子供らと一緒にこの滑り台をよう滑ってましたね。ようママと一緒に滑ってたの覚えてる？うん。ママとここ行ったね、あそこ行ったねって、こんなん食べたよねっていう話を自分からするようになってくれたかな。ちょっと一安心かなって。3年目迎えて子供が前向いてくれてしたんで、ちょっと一安心かなって。去年5月裁判の日程が遺族に知らされました。正直なんで4年もかかったのっていう思いはありますけど、それよりやっと始まったなって感じですね。息子には一つだけ知りたいことがありました。なんでそんなことをしたのかが知れたらそれでいいか。理由もなくそんなことされたら納得いかへんから。パパがちゃんと裁判に出て、で青葉さんのど真ん前に立って、ほんで お前が言いたいこともっていうのはパパの言いたいこととほぼ一緒だから、パパがはっきりと言いたいことを言って、で質問できることは質問して、どう言ったかどう喋ったか、そんなもん全部ちゃんとこうパパの耳で聞いてくるって、でそれをお前に伝える。寺脇さんは息子の疑問を青葉被告に直接聞くため裁判に参加することを決めました。現在殺人などの重大事件の裁判では被害者が発言をすることができます。しかし日本では長い間法廷で被害者が発言する権利は認められてきませんでした。
そうした司法に異議を唱えたのは犯罪被害者や遺族たち。私の身代わりに妻は襲撃されて死亡いたしました。私は被害者に刑事裁判所に参加させよということを声高に叫びたい。遺族らは全国犯罪被害者の会を結成し、被害者不在の司法制度の改革を求め声を上げました。2007年、刑事訴訟法が改正され、被害者が法廷で意見を述べたり質問することを認める被害者参加制度が始まりました。事件から4年以上が経った2023年9月、京都アニメーション放火殺人事件の裁判が始まりました。私がしたことに間違いないと起訴内容を認めた青葉被告、車椅子に座り体にやけどの跡が残る被告の前で被害者一人一人の名前と死因が読み上げられました。証拠の名前が読み上げられた時、それが一番つらかった。なんであんなにボロ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 涙が出てきてたのか今でも全く分かんない、正直言うと、うん、もっと絵描きたかったやろな、もっと子供といろいろもしたかったやろな、いろんなことしたかったやろなっていうのが、うん、弁護側は刑事責任能力を争うとして無罪を主張。寺脇さんが法廷で綴ったメモには怒りの言葉が並んでいました。36人が死亡した京都アニメーション放火殺人事件で、妻を殺害された寺脇譲さんと小学生の息子、およそ5ヶ月間にわたる異例の長期審理となった裁判。寺脇さんは被害者参加制度を利用し被告に直接質問します。法廷に立った寺脇さんと青葉被告との距離はわずか数メートル。大きく息を吐いてから青葉被告に問いかけました。あなたはこれまでうまくいかないとき相談できる人はいましたか？基本的にはおりません。池田翔子、本名寺脇翔子は今回の事件のターゲットでしたか？誰かを狙うというより共和に全体という認識だった。青葉被告に聞きたいことはたくさんありました。しかし遺族であっても自由に質問をすることはできません。その質問して何が意味があるんですか？あれはきついわ。そりゃそうなんだろうけど、それは遺族にとっては聞くことに意味があるっていう質問もあるよって、子供がいますか、いることを知ってましたかっていう質問、それは青葉さんに子供がいたよっていうことを認識させるための質問だから、それはその質問することに意味があると思うんだけど、じゃあそれは質問する必要、質問じゃないですよねって、それは陳述ですよねって、で一蹴されるわけ。法廷で述べられる質問の内容は検察が事前に確認します。悲しみをこらえ必死に紡ぎ出した言葉は目の前で削られていきました。
これは消されたの京アニを対象にしての犯行ですか、それとも誰か特定の個人が 対象ですかって、これは、この被告に住むの前に青葉さんが答えてたでしょうっていう、これも消されたな。これは不適切だって言われたような気がするわ。僕らはその自分らのこう聞きたいっていうその思いから被告人質問を作ってるけど、検察は、量刑に関係することを引き出すために被告人質問があると思ってるから、そこで全然、ベクトルが違う。4年も待たされて、でその青葉さんの思いも聞けないっていうのは遺族にとってはものすごく辛いんだけどね。寺脇さんにはどうしても聞かなければいけない質問がありました。子供が聞いてきてくれっていう質問ですって書いた後に、なんでこんな事件を起こしたのか、けどあの一文は重複ですって言って消してあった。子供にが聞いてきてほしいっていうことを聞くっていうのは聞くことが大事なんであって、その答えが大事なんではないって。検察の説明に納得することはできませんでした。妻を殺害された弁護士の岡村勲さん、被害者参加制度設立の先頭に立った人物です。現時点では、普通に話しているつもりでも非常に被害者については響くことがありますよね。理屈でボンボン言う、これいかんですよね。そんな検事もいるんですよ、で検事にもやります。被害者の意思を法廷に反映できるかは検察の裁量に委ねられているのが現状です。それは仕方がない。検事でないと代弁してくれないでしょ。公益の代表者と検事を通じて裁判するようにしてるからそうなっちゃう。これは避けれないですね。再び法廷での質問を希望した寺脇さんは検察との打ち合わせに向かっていました。今のため息ってのは、いやどこを削られんのかなと思って。息子が聞きたいと言った質問だけは青葉被告に聞かないといけない。寺脇さんは何度も検察に通い打ち合わせを重ねました。検察との最後の打ち合わせを終えた寺脇さんが向かったのは京都市内の商店街。翔子さんが手掛けた京アニの作品が公開されるといつもここへ見に来るのが家族の恒例行事でした。子供も楽しみにしてたし、で翔子も一緒に、ニコ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 しながらよく見てたわ、だから子供とかが見てくれて嬉しかった。ここで映画が始まるのを家族みんなで待っていました。子供らは座って自分は立って、裁判で聞かなければいけないことがある、その思いを検察に伝え続けてきた寺脇さん。裁判の終盤、それまで認められなかった質問を青葉被告にすることが許されました。
寺脇晶子に対しては今どう思いますか？申し訳ないと思っています。私の息子が疑問に思っていること、聞いてきてほしいと言われたことを質問します。なんでこんなことをしたのか。答えにくい質問だと思います。息子から託された質問に青葉被告が明確に答えることはないまま、裁判は決心しました。何度も法廷に立ち、被告への質問を重ねた寺脇さん。救われるだけの場ではなくて辛い時間だって思うと同時に、分かんないことを追求する場としてもにもなるかな。不十分だとは思うけど、こう裁判のこう一部分にこう参加することによって、救われる可能性がある制度だよなっていうふうにはも思うね。寺脇さんが青葉被告に向けて書いた手紙があります。私はもう一度青葉さんとお話をしたいと考えています。青葉さんの本当の気持ちを知りたいのです。寺脇さんとの面会に青葉被告が応じるようになったのは判決が出た翌週のこと。しかし青葉被告はアニメに関する持論を一方的に語り、初めての面会は終わってしまいました。次の日も面会に訪れた寺脇さん。探し続けてきた青葉被告の本当の気持ちにようやく触れることができました。京アニに対する恨みつらみっていうのがあったけど、裁判が進むにつれてこうその怒りがちょっと収まってきたとか、なんかそういったこう心境の変化ってなかったですかって言ったら、もうそれはずっと黙ってはった。本当に申し訳なかったと思うって言って、こう本当に申し訳ないと思ってこう頭を下げてはった。自分は京アニを恨んでこういった事件を起こしてしまったけど、息子さんにはその人に恨みを持たないでって言ってる父親の背中を見て育ってほしい。